ネットワークトポロジーは、コンピュータネットワークのトポロジー。数学的には、グラフ理論の応用として研究されている。一般的には、ネットワーク上のノードとネットワークの経路との相関をダイアグラムで抽象化した概念のことである。ネットワーク構成や網構成とも言う。論理的な意味のほか、物理的な実装形態でも用いられ、例えば FTTH の感染網の網構成も同様にネットワーク構成という場合がある。ネットワークトポロジーにはがある。一つのネットワークには物理トポロジーと論理トポロジーの二つが含まれるが、両者が必ずしも同じ形のネットワークトポロジーであるとは限らない。主に以下のような構成が用いられる。環状に交換設備を接続したトポロジー。代表例としてはトークンリングがある。一つの区間の障害時には逆向きの接続で伝送できるネットワークもある。ただし、2箇所で断絶した場合、それ以上に通信が不可能になるため、ネットワークトポロジー単体の障害耐性は高くない。信号の伝送を一方向に限定し、多重化したネットワークもある。それぞれのノードは1つ以上の他のノードと、ポイント2ポイントで接続している。そのため、ノードごとに通信のコストが異なる。交換設備から放射状に接続されるトポロジー。主に LAN の端末機器の接続点、公衆通信網の加入者収容部分などで用いられる。ネットワークの中心部はスポーク車輪の車軸のように見えるため、ハブと呼ばれる。バス型に比べ、ハブ接続されているそれぞれの線は独立しているため、障害耐性が高いが、ハブが故障した場合、すべての通信が途絶するため、ネットワークの障害耐性はハブに依存する。主に XBASE-T などイーサネットの物理構造であり、関係でもリングの部分を一つのハブに収めることにより、スター型の物理トポロジーを取るネットワークもある。一つ一つのノードがすべての他のノードと接続しているトポロジー。一つのノードが故障しても他のノードとの通信には関係なく、自由に接続できるため、障害耐性はネットワーク中で最も高い。反面、設置にはコストがかかり、管理も煩雑になる。XBASE-CD で用いられるトポロジーで、送信した信号がすべての端末で受信される。また、信号の衝突による干渉が発生しないような工夫が必要になる。無線通信、10⁻⁻5、10⁻⁻2等の例がある。XBASE-T からはケーブル形状の変更で物理的にはスター型トポロジーとなったが論理トポロジーはバス型である。有線のバスでは断線が起こった場合、それより遠位のノードとの通信が途絶するため障害耐性は低い。ただ一つの根から枝分かれするように伸びていくトポロジー。USB のような一体多通信が主になるネットワークで使われる。基本的なネットワークトポロジーにはどれも利点と欠点があるので、大規模なネットワークや信頼性が求められるネットワークの場合、実際には複数のネットワーク構成を多層、または複合的に組み合わせて運用される。複数の基本的なトポロジーを組み合わせたトポロジー。スター型、リング型を階層に分けて接続したものであり、大規模な公衆通信網に用いられる。ネットワークのトポロジー情報を維持し、ネットワーク内のルートを計算するトポロジーマネージャは、現代のネットワーキングの基盤となりつつある。ありがとうございます。